本日2022年1月2日第98回箱根駅伝の往路が行われますけれども、往路のですねエントリー区間が確定いたしました。で、王者奪還を目指します青山学院大学、1区からですね、確定オーダーを発表してまいります。1区は湯原選手から四季選手へ変更ということで、私四季選手を予想させていただいたんですけど、その通りになりましたね。まあ、四季選手全日本の1区でですね、区間4位と非常に安定した走りを見せてくれました。まあ、全日本の1区はハーフの距離の半分に満たない距離なんですけど、まあ、それでもですね、余裕ありそうな走りをしてたので、もうちょっと距離伸びてもいけるかなという感覚だったので、まあ、四季選手はですね1区なのかなと私は読ませていただきました。で、2区はエース近藤選手、そのままですね。近藤選手上り強いので、おそらくですね駒澤大学の田澤選手よりいいタイムで走れるんじゃないかなと私は見ております。全日本ではですね序盤ちょっとついてったんですけども、自分のペースに戻しましたが、後半、まあ、全日本7区って後半ちょっと上るんですよ。ただそのちょっとした上りだけで田澤選手より距離詰めてたので、まあ、そういうところで近藤選手のゴン田坂生きるんじゃないかなと。まあ、田澤選手がですね上り苦手ってことではないと思うんですけど、近藤選手青山学院大学の上りタイムトライアルでもですね2番手だったと。1番は若林選手、2番は近藤選手ということで、まあ、近藤選手、まあ、ゴン田坂難なく登れるんじゃないかなと思っております。3区は大学駅伝デビュー1年生の太田選手ですね。宮古サーモンハーフマラソン、かなりいい走りを見せておりましたが、まあ、コース似てるんですよ、下り基調というかね。まあ、ちょっと風がね多分追い風だと思うんで、太田選手ガンガンいけるんじゃないかなと思います。そして4区は関口選手から、キャプテン飯田選手へ当日変更。私は飯田選手山登り来ると思ってたんですけど、4区に来ました。まあ、4区もですね後半登ったりするし、あとはまあちょっと本日ですね4区5区は向かい風予報なんですよ。ちょっとね怖いなと思うんですけど、向かい風はですね、まあ、上りに感じることもありますから、そういった場面、部分をですね考慮すると飯田選手いいんじゃないかなと思います。そして5区山登りに若林選手やってまいりました。若林選手ですね、出雲全日本、まあ、悔しい走りされましたが、大学駅伝ね、1年生ながら皆勤賞ということで、しっかりね走っていただきたいなと。で、若林選手ね、もう最初の頃から言ってました、もう青学の5区走りたいと。そして、まあ、上り強いとね自分で話しておりましたので、まあ、しっかり走っていただきたい。ただ、まあ、出雲全日本外してるっていう部分もありますし、まあ、本日はですね向かい風予報なんですよ。だから残念ながら、まあ、どの大学の選手も言えますけど、区間新記録ってもしかしたら難しいのかななんて思います。まあ、走ってみないと分かりませんけれど、まあ、でもですね得意な上りを生かしていただいて、若林選手山の神目指していただきたいなと思います。ということで、青山学院大学のですね第98回箱根駅伝往路の確定メンバーを、簡単に解説紹介しました。もうスタートねもうすぐですので、ぜひ見ていきましょう。以上